しょ。ああ、ちゃんとさせてなかった。あ、画面に小さい虫が。大丈夫ですね。ちょっと少し離れて喋ることになるので、もう少し音量上げます。ああ、いや、これマイクの端子がですね、あ、ちょっと大きい。マイクの端子が、マイクの端子が、最後の1ミリがクッと入れなきゃ入らないんですよ。半角マグロ見せて、半角マグロ。声がよく響く。入ってる。お風呂ですか？オッケー。何かしたいの？わら。肩幅小さくなった。肩幅小さいです。元々カラオケやりましょう。音楽ファーグを読めますか？ここはですね、炊事場ホールなんですよ。あ、そうだ、先にこの部屋の中はどういうところか見せた方がいいかな。440円。ここ冷房効いてるの？いや、980円からなんで490円になります。 iPhone が近いです。490円。バンビ、あ、そっか、 iPhone 近い。これからです。で、まずどういうところかっていうのを見てもらいましょうか。すごいんですよ、ここ。確かいつ完成したって言ったかな。1年前に完成したって言ってなかったかな。ここ炊事場、コンロまである。どうすかこれ、信じられん。これで無料のキャンプ場で、しかも水洗トイレって、ウォシュレットって一体どうなってるんですかね。そう、今貸し切りです。すごいんですよ。システムキッチンはこういうのじゃないんだろうけど、でもすごいですよね。使い放題です。すごい。じゃあ、すいません、 夜配信本当にコメント読めなくてすいません。いい気になってるわけじゃなくて、コメント読んでると何もできないんですよ。で、今これは朝、脇の沢、郵送してるのがあった、あそこの近くの道の駅で買ってきた、イノシシカレーかなんですけど、これをパスタを茹でて炒めたものにこれを乗せようかと思ってます。で、その前にこれですよね。オートフォーカスオンにしていくか。50GB。ちなみにカレーは350円でした。じゃあいただきましょうか。そう、ご飯欲しいんですけどね。よいしょ。クロマグロの稚魚。あ、音響いてます。よし。さて、あ、ご飯買ってないんですよ。うわー、薄暗いからちょっと色があれですけどね。まあでも私がどんだけ美味しいかを伝えればいいんでしょう。マグロ。太ったのはずっと言われてます。よっと。よし。白いご飯だろうが。よし、じゃあ、どうしようかな。ここにわさびと醤油はこの箱入りのパックの買ってきました。小さい醤油は売ってなかったんで。980円。まあ大間マグロですから、ブランド品ですから。よいしょ。カレーはパスタに。で、今パスタ用のお湯を沸かしているところです。早く食べてみます。カニといない。辛っ。論理的。わさびをつけた上で醤油をつけるんですよね。読み上げ、そのうるさいですか。あともう一つ、もう飲みかけなんですけど、グリーン醤油がなかったみたいで探したんですけど、これ
あのリンゴジュースのストレート果汁、ストレート 100%、 普通濃縮還元なんですけどね、これが100円だったかなで売ってました。いや、これ言い訳じゃなくて単なる美味しいから飲んでるリンゴジュースです。うん、じゃあボリュームそんなうるさい？私の声の方が小さいですかね。そんなことないですよね。よいしょ。ボリュームうるさい？そんなにうるさいですか？よっと。アンケート取りたいけど、今アンケート取るとこのツールだとハングするからな。ハングというかコメント読めなくなるからな。さて、いただきましょうかね。よっと。ここは大間崎キャンプサイトっていうキャンプ場です。無料。ボリュームむちゃくちゃうるさいって言われてますね。もうちょい小さくするか。切れよまで言う人はちょっとなんか煽ってる感じですね。ちょっと煽ってる感じのする人の意見はちょっと軽視します。よいしょ。醤油の袋、これ舐めちゃいけないですか。あ、ちょっとそろそろお湯が沸き始めてるんでパスタ入れていきます。ちゃんとこういう設備があるんですよ。よいしょ。ちょっとあのパスタ入れてみる。もう少し待ってください。じゃあ7分タイマーかけて、7分タイマー0時間7分開始で読み上げのアプリに戻して、よいしょ。じゃあいただきます。船虫さん、カレーのマグロ、あ、しまった、あのわさびと醤油最初から混ぜてしまった。まあいいや。中ぐらい。そうですね、あんまり細いとあのすぐに伸びると思って。いただきます。うん、うまいな。うまい、うまい。さっき食った。いただきます。うん、あれすごくうまいんですけど、この間旅館、あ、すいません、音が大きすぎる。この間旅館で食べたあのマグロとは全然違うな。あのなんかカンパチとかの風味が少し入ってるようなあっちのマグロの味じゃないな。うん、ちょっと全然あの時のやつと違うんで少しあの反応が鈍くなってしまいました。うん、でもうまい、うまいしか言わない。いや、あのただ無条件にうまいっていうのは嫌いなんですけどね。偽マグロ。うまい。うん、あとで部屋、これ食べられないですね。
ご飯が。でもなんか本当にこれうまいけどあの時のマグロじゃないな。うん、まあ、とりあえず大間マグロ食ったけど、大間マグロさすが違うぜっていう感じではないですね。よくわからん。あ、そう、酒も買ってこようかと思ったんですよ。刺身食うんだったら酒と一緒に飲んだらうまいのかなと思って、でも面倒だったんで買ってきませんでした。うん、バンビが大根食べる食べる。うん、そう、半額だと思うと半額補正でうまいっていうのありますね。うん、いや、うまいですよ、もちろん。特別な甘さかって言われるとよくわかんない。うん、うん、普通にうまい。そんな感じ。フロアですね、ローマの大浴場みたいな感じでした。広いよあそこで。370円でちゃんとあのボディソープシャンプーもついてる。すごいよなあそこ。キックはですねプラスチックなんで。うん、テルマ、あ、ちょっとあれ見たことないんですけどね。でもなんかローマの大浴場、なんかあの大浴場で白い椅子とかがあったら私はローマのイメージ。うん、うん、プラスチック。うん、うん、醤油もう一袋いいな。うん、姉ちゃんがいれば多分さ、日本酒とかと一緒に食うとうまいんでしょうね。日本酒の美味しさが分かるんであれば。酒ですよね。うん、よっ。あ、ゴミはここは、ゴミ箱ないです。そんな宿で刺身、いや、大間マグロを食ってみるっていう、その文字列のためだけに旅。ここは本当に設備ですね。生臭さ、あー、なるほど。これで500円ぐらいかな、もっと1000円ぐらいなんで。うん、早食い。サワー、あー、サワー、サワーでもうまいんですかね、刺身は。ん、キャンプ場なんて、なんて、なんて、ニンニク醤油か。ニンニクって言うとなんかあのたたきのイメージですね、カツオの。うん、もうお酒飲めないんですよ。ん、あ、ビール。ん、うん、そば、私大葉大好きです。いや、あの大間さんって一応書いてありました。で、赤身っていうのはなんか線で消してありました。これは、いや、トロじゃないと思いますよ。赤身に近いところだと思います。なんか赤身っていうのは消してあったんで。うん、そういう意味。私はそもそも日本酒が強くて飲めません。うん、捨てる。タンポポゲ。朝ごはんパスタ用にですね、ポークビッツとあとレタス買ってきました。半額のレタス、30何円の。それを全部入れてパスタスープに、スープパスタにしてみようかと。コンソメと、うん、うーんと21度28度。うーん、結構暑いですね。うん、うん、40の初老が、40の初老っておかしくないですか。40だから初老なんでしょう。うん、明日ですね、恐れ山経由で陸奥市に行って泊まるか、あとは尻屋崎に向かうかでちょっと迷ってます。本当は尻屋崎、恐れ山と尻屋崎、うまいルートで回れないんですよね。うん、あ、そう、コンソメで味付けて、うん、朝食自炊しようと思ってます。でもこの辺り何でも食えますけどね。この辺り夜10時までスーパーやってるし、すぐ近くに居酒屋もあるんですよ。ん？小山、あ、恐れ山か。湖か。うん。
地。うーん、おおびっくりした、よっと。コメントしとく。7分経ちました。これで何やってるか見えるかな。あっち、あれどこ映ってんだ。暗い。まあなんとなく分かるかな。とかやってる間にパスタが手動フォーカスで明るさグッと上げてコントラストも上げて、これどうだ。伸びる伸びる。じゃあちょっとコメント聞こえないですけど、コメント全く反応できないですけど、やりますね。まず火止めて、パスタを捨ててしまわないようにお湯を切る。でこのパスタを軽く炒めた上にバターを乗せ、あ、しまった。このお湯を私はカレー温めるのに使おうと思ってたんだ。あー、しまった。どうしよう。カレー常温でいいか。常温でいいですかね。いや結構量ある。スマップ、お湯をこの中にお湯残して、そこにカレー入れときゃよかったのに。で今度は一つしかないからもうどうしようもない。で何となくコメントにわらわらとか見えてるのが分かるけど、でオリーブオイルと塩コショウ、あ、そのあとオリーブオイル開けてない。あ、違います。どうだろう、これでなんか炒めたパスタになってるんじゃないですかね。あ、オリーブオイルの匂いがしてきた。でもなんかイメージしてたのと違うな。オリーブオイル入れすぎたか。もっとなんかちょっと表面に焦げ目がつく感じの、これ見てるかな。なんかイメージと違うな。あんまり油入れすぎてよくないんですかね。あ、はい、ここで投入。なるほど。ちょっとその前に塩コショウで軽く下味をつけて、
で、これ開けるの楽しかったな。どこだ。彼をこれ絡めちゃっていいんですかね。よっ。うわ、結構たっぷり入ってる。やった。あ、これ綺麗に出すの難しいな。そもそもこれって温めてもっと流れやすくなった状態で取り出すんですよね。あ、でもまあ大体取れた。ちなみに時間まだ大丈夫ですかね。大丈夫ですね。あ、これちょっとスタイルしてる。こんな感じでいいのかな。カレーにある程度熱が伝わればちょっと焦げないかな。なんかドリアみたいな。できました。こっちか。読み上げ来ないな。なんでだ。ちょっともう一度読み上げ。あ、そうだ、 PC の中で読み上げるか。音声出力を、ああ遅い。音声出力デバイスが検知できない早く食べたいのにな。あ、残り時間があと4分。まあ大丈夫ですね。食い切らないにしても。なんで読み上げないんだこれ。設定固定範囲違う音声読み上げ速度。ダメだな。で、もうそろそろ温度大丈夫ですよね。木製のとこだし。じゃあなんかミートソースパスタみたいです。米数めちゃくちゃなってますね。色が見えない。ダメだ、色が見えない。デフォルト設定に戻して、はい、くら。ダメだな。あと3分ですね。じゃあ食べますか。よっと。難しいな設定が。こんなもんか。じゃあいただきます。リンゴ。
うまそうに見えない、わかんないですよ。まずイノシシ肉いただきます。うん、ああ歯応えが強い豚肉というか、豚肉とクジラ肉の間みたいな感じかな。じゃあパスタいきます。うまい、うまい、うまい。まあカレーだから、カレーがまずレトルトカレーがまずくなるはずはないですけど、うまいですね。あ、そうそう、カレーうどんとかそっち系かもしれない。うん、パスタちょっと炒めてみたのは、あの茹でただけよりは多分美味しいと思う。カレー絡みやすくなってるし、あの茹でただけでちょっと水っぽくなりますからね。うん、ないですね。うん、ただパスタが多分これ100円分もしてなくて、でカレーが350円。前のイノシシ肉のしぐれ煮だったかな、500円以上したやつ思い出しますね。うん、コメントチラチラ、うん、そう、カレーが高いですね。まあ枠内で食べるのは無理なんで、あのじっくり味わって食べます。せっかくの350円のカレーだから。うん、じゃあ、あの今日の夜の枠はこんだけです。明日の予定とかこれから考えます。じゃあ30秒ですね。量的にもパスタ割と多めに入れたんで、たっぷり。夕ご飯ちゃんと食ってなかったんでうまいです。うん、あと10秒。あ、次枠ないです。この枠だけしときます。ありがとうございました。うん、やっぱ炒めパスタうまい、うまい、うまい。伸びてないし。